これから週ケアしていきたいと思います。今こういう状態です。シューレースを外してシューツリーを入れていきます。シューツリーを入れていきます。これブーツ用じゃないんですけど、まあこれでも十分かと思います。次に馬毛のブラシでブラッシングします。このタンのあたりのフライハンのほこりをかき出します。次にリグルインを使って古いワックスとクリームを落としていきたいと思います。はい、ワックスとクリームを落とした状態です。こんな感じです。もともとこの辺はちょっとアセトンとかで色落としてます。あえてでこの辺にこう緑を入れたりして自分でパティングしています。特にトリッカーズのブーツは硬いんでね、スピンにした状態からこの栄養分を入れていきたいと思います。このサフィールの栄養クリームナッパ、これは皮への浸透も早くてこうサラッとしていてとても使いやすいですね。今回はこの下の部分、ここら辺にちょっとこう赤っぽい茶色を入れて、あとはこういうライトなブラウン、ブラックを合わせながら塗っていきたいと思います。下回りに赤っぽいブラウンを入れましたので、次はこうこの辺まで、この辺までこのライトブラウンを入れていきたいと思います。
ここから下まではライトブラウンを今入れましたが、ここから上やこのタンの部分は私の場合はニュートラルなカラーを使うことにしています。いくら拭き取りをしても、あの白いパンツだとこう内側に着色しちゃうことがあるんですよね。それでこれを使っています。あとはところどころ、こういうところ、こういうところとか、こういうシャドウの部分にこう黒を軽く入れるのが私の場合は好きです。こういった感じです。はい、全体にクリーム塗り込んだんで、濃い色を入れたところはこういうブラシで、この上の方はこういう白いブラシでブラッシングしていきたいと思います。強い力でゴシゴシとブラッシングするといいと思います。で、こういう飾り穴のところにはこういうクリームたまりやすいんで、かき出すようにブラッシングしてください。で、この上の部分、あとタンの中はこういう明るいブラシを使います。色混ざらないようにという理由です。はい、ブラッシングが終わりましたので、次は皮に入りきらなかったクリームをこういう布で拭き取っていきたいと思います。まあ、あまり強くこすりすぎないで軽く拭き取れば十分だと思います。で、この拭き取りをある程度しっかり行わないと、もしワックスなんかをこうハイシャインする場合はうまく乗らなかったりする場合がありますので、ある程度きっちり拭き取った方がいいと思います。はい、ここまでが通常のシューケアなんですけれども、まあいい感じに光も出て、あと部分で塗ってるクリームの色を変えることによって平坦にならないっていう、ちょっとこう深みのある感じの色になると思います。ここからトゥーの部分とこのヒールの部分にワックスを施していこうと思うんですが、使用する道具はこのような感じで、水、隠しワックス、あとこういう布ですね、磨き布、これを使ってハイシャインにしていきたいと思います。まず皮と同じ系統の
ブラウンのワックスで下地を作っていきたいと思います。これを4、5回繰り返します。毛穴のポツポツとしたところをこう平らに埋めていくようなイメージで塗っていきます。それで下地が塗り終わりましたら、このまま5分間ぐらい乾燥させておくと次の作業がしやすくなると思います。はい、下地のワックスが十分乾いたと思いますので、さらに上塗りしていきたいと思います。軽く滑らせるようにできます。これワックス塗るときに優しくやらないと剥げてきてしまいますので注意してください。でワックス塗る範囲はだいたいこの辺ぐらいの芯の入っているところぐらいまでですので、それ以上塗っちゃうとこうシワになって割れちゃいますんでね、注意してください。でこの作業を好みのツヤになるまで繰り返します。私のイメージは古い建物の階段の手すりのようなこうテカリのある感じにするのが好きです。あとこういったサイドの部分は割とこう黒いワックスをあえて使ったりしてアンティークっぽくしています。ワックスの最後にこのようなナチュラルカラーのワックスを足すことによって輝きにさらに深みを与えることができます。はい、ワックスを塗るときはこう小さい円を描くように、まあ、塗りましたけども、最後は水だけでこう直線的に研ぎます。水研ぎです。これで鱗状のワックスのこう塗り跡を消していく感じです。はい、ワックス大体終わりました。いかがでしょう。結構
書館の古い手すりのような輝きが出たんじゃないでしょうか。あとちょっとこの辺コバ汚れてるんでヤスリがけしていきたいと思います。1000番ぐらいの紙ヤスリなんですけども、耐水ペーパーかな、これで落としていきます。ちょっと1000番じゃ綺麗にならないんで600番ぐらいでもいいかもしれませんね。でコバをこう綺麗にしましたらコバインキを塗っていきたいと思います。ライトブラはい、コバインキも塗って綺麗になりました。これからシューレースを入れていきたいと思います。入ってきました。どうでしょう。図書館の古い手すりのような木の手すりのような感じにちょっと近づいたんじゃないかなと思います。私アンティークっぽいものが好きなんで毎回このように磨いています。またよろしくお願いします。